クリスチャン・チャールズ・フィリップ・ベールは、イギリス出身のアメリカ合衆国の俳優。主にハリウッドで活躍している。イギリスのウェールズ・ペンブルックシャーで、イングランド人の両親のもとに生まれる。そのため、生まれはウェールズであるが、自身はイングランド人であり、ウェールズ人ではないと、本人も言及している。父親のデイビッド・ベールは、元パイロット、母親のジェニー・ジェームズは、 サーカスの元ダンサー、祖父はコメディアンという家庭でショービズの世界に親しむ。姉が3人おり、エリンはミュージシャン、シャノンはコンピュータエンジニア、ルイスは女優兼監督である。ポルトガルやアメリカなど数カ国で過ごし、1976年にイギリスに帰国。ミュージシャンを目指す長子の影響で音楽の道を志すも、途中で役者志望に転向。 10歳より演技を始め、演劇学校に入学。いくつかの CM 出演を経て、1986年、ローワン、アットキンソンの舞台、ザナードに出演。13歳の時に、スティーブン・スピルバーグ監督作品、太陽の帝国に、オーディション参加者4000人の中から選ばれ、主人公役で映画デビューを果たす。2年間学業に専念した後、ケネス・ブラナーの、 ヘンリー5世で復帰。テレビ、映画での活躍が続いた後、ベルベットゴールドマインにグラムファンの新聞記者役で出演、新境地を開いた。ジョナサン・リース・マイヤーズ、ユアン・マクレガーといった派手な登場人物の中にあって、決して見劣りのしない深みのある演技で、その存在感をアピール、高く評価される。その後も着実にキャリアを重ね、アメリカンサイコでは昼間は、 一流企業のエリート、夜は殺人鬼という主人公を演じて注目され、2002年に主役を演じたリベリオンでは、ガンイコール型という激しいガンアクションをこなし、アクション俳優としての実績を重ねた。2005年のバットマンビギンズで、ブルース・ウェイン、バットマン役、2009年のターミネーター4では、ジョン・コナー役に抜擢され、 対策アクション映画の主役として活躍する一方、人間ドラマを描く作品にもコンスタントに出演している。2009年、パブリック・エネミーズのプレミアにて2010年公開のザ・ファイターで第68回ゴールデングローブ賞助演団優勝、第83回アカデミー賞助演団優勝を受賞。声の出演としては、アメリカ版ハウルの動く城でハウル役を担当した。 2011年12月、南京大虐殺を描いた、超芸妨監督作品、金陵十三冠雑誌で主演し、同作品を中国のプロパガンダとする批判に反論した。しかし、同作品のキャンペーンで放中した際に、南京状態にある人工誠を訪問しようとして、中国当局とトラブルを起こしたことで、アカデミー賞の受賞の可能性は消えた。二千十三年公開の、 アメリカンハッスルで第86回アカデミー賞主演団優勝2015年公開のマネーショーと華麗なる大逆転で第88回アカデミー賞女演団優勝2018年公開のバイスで第91回アカデミー賞主演団優勝にノミネートされた映画マシニストでは1年間寝ていない主人公を演じるために4ヶ月の間 一日綱缶一つ、リンゴ一個だけの食事で過ごしたという。脚本を機に、入り自ら監督に出演を申し出た本人は、さらに過激に痩せようとしたが、周りに止められ断念したという。それでも十分すぎるほどの病的なまでに痩せ細った、体を披露しており、最終的に63ポンド減量で54キロまで、体重を減らしたが、さらにそのすぐ後、 バットマンビギンズの撮影が控えていたため、体格を戻すために、大量のアイスクリームなどを摂取し、6ヶ月で体重190ポンドまで、ウエイトアップという過酷なトレーニングをやり遂げた。2010年公開の、ザ・ファイターでは、コカイン中毒の元ボクサーを演じるにあたり13キロの、減量だけではなく、実際に髪の毛を抜き、歯並びまでも変えて役作りに挑んだ。 2013年のアメリカンハッスルでは、非満体の天才詐欺師を演じるにあたり、ドーナツやチーズバーガーなどの高カロリー食品を大量摂取し、激太りさせた。2005年からのダークナイト三部作では、バットマンに憤した時、裏声を使い役の別の事故を演じた。2000年1月29日に、元モデルでミノナライダーのアシスタントをしていたサンドラ・ブラジックと、 結婚。2005年3月27日に長女が誕生。様々なチャリティ等に参加しているようである。大の動物好きで愛護運動にも参加している。また、反捕鯨団体シーシェパードのスポンサーの一人でもある。近年はバットマン役を演じたことからバットマンファンとの交流を深めている。二千十二年七月にコロラド州で起こったオーロラ銃乱射事件に際しても 自らの医師でオーロラを訪問し病院の入院患者を見舞っており、同年9月にはバッドマンファンの4歳の白血病の少年とその家族をディズニーランドに招待、2013年には8歳の白血病の少年と電話で交流を図っていることが報じられた。これらの活動は高く評価されており、ネットでは真のヒーローと称賛する声も多い。 2008年7月22日に母親と安年に対する暴行容疑で逮捕されたが、後に不起訴になった。この時クリスチャン・ウェールは直接的な暴力を振るったわけではなく、二人を罵倒し、母親を突き飛ばしただけで、二人に怪我はなかったと言われている。2008年7月にターミネーター4の撮影で、撮影監督が本番中にもかかわらずに、 セット内にいたことに腹を立て、気が散るという理由で4分間にわたって、放送禁止用語混じりの言葉を怒鳴り散らした。2009年2月にこのテープが流出してしまった。後に、本人は、ラジオ番組でこの件について、自分でも信じられないほど、非常に上気を一した行動をしてしまいました。不良少年のように未熟な振る舞いをしてしまい、非常に後悔しています。 おそらく皆さんが今まで聞いたことのないようなひどい内容のテープだったでしょう。そのことについて弁解をする気はありません。と述べ、冗談の種にされるのは自業自得だと語った。同番組内でベールは、あの作品は私だけでなく、監督、スタッフの皆さんが一生懸命制作した作品です。非常に素晴らしい作品なので、 私があんなバカなことをしたから見たくないとだけは思わないでくださいと監督、スタッフを気遣う発言をした。彼は撮影監督に謝罪し、当日中に関係を修復しているという。ありがとうございます。